白かったですね。あ、面白かったですか。なんか南京さんが一番こう陽気なキャラクターだったのと思うんですけれど。そうですね、陽気さをちょっと求められちゃったんですけども普段はああいうテンションではない。普段はね、はい、普段は結構引きこもって作業ばっかりしてるんで、はい、多分今回の撮影に入るまで1ヶ月ぐらいほとんど誰とも口聞いてなかったみたいなねそういうような生活してるんで。あ、そうだったんですか、はい、じゃあ急にいろんな人とこう会話したり。結構パニックってましたねもうとにかく監督からはあの、はい、弾けてください、弾けてください、言ってましたね。弾けていいのだろうかみたいなねあの、なんでしょうね、キリスト様の役で十字架かけられてるだけとかね、そういうのはありますけどね。人間以外のやつばっかりですね。そうなんです、ね、まともな人間の役っていうのはほとんどないですねみたいとかだよね。なるほど、はい、なんかそういうあの今回芸能の神っていう神様でしたけど、はい、そういう依頼を受けてどう思いましたか。芸能っていう意味ではちょっと申し訳ないかなっていう大した芸持ってないんでね。今のテクノロジーをうまく、はい、利用していらっしゃるようなキャラクターでしたけど、そういうのは普段も実際にはあんな扱いはしないですね。もっと地味にカチャカチャやってますよね僕もどちらかというと畑違いで、もう柔らかいのばっかりなんでね、なんでちょっと緊張しましたけど、皆さんキャラクターがすごい強いんで、はいはいはい、そうですよね。あ、これは、はい、これは何だろう、負けられないぞみたいな。いい子ですね。いい子でしたか。まあ僕はまあ、はい、子供いないですけども、はい、ああいう娘いたら非常に可愛がるんじゃないかなと思って。なるほど、うん、はいはい、お父さん気分でね。はいはいはい、娘を見るような、うん、そうですよね。